炊きたてならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ人数が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。はい、というわけでバテバス協会でございます。実は任務取り忘れたみたいなんで、それを取ってまいりました。道中であったんですけどね、なんとか屋、平屋に行く前のところですね。よし、仕込んで持てますね。なんかね、手裏剣車っていうのを取りました。はい、前回倒した中ボスの前らへんぐらいで、はい、取れましたね。何これ、ま、いつまでこれ待たなあかんの。これもういいんかな。いいのかよ。次週任務仕込みメニューでは任務を消費して次週任務を作成できます。手裏剣車ね、これやりや。え、作れんの、何で作んのこれ。え、どういうことだよ、よくわかんねえんだけどな。手裏剣、消費して、素早く投げ打った刃は敵の HP と体幹を削る、転び回る敵に対しては大ダメージを与える、飛び回るか、転び回ってない、飛び回るやな。はい、 R2 で手裏剣を打ち、手裏剣を投げ打つ、まあ、R2 で打ちやりゃいいってことね。というわけでね、もういいんでしょ、もういいんやけど。なんだ、なんだこれ、いや、なんやねん。咳しとるわ、コロナちゃうやろな。いらぬ心配よ、これでいけんの俺も。あいにくとまともじゃないんでな。はい、有害ごときで死にはせん。これね、死に続けると流害っていうのが進んでいくそうなんですけども、まあとりあえず死なないようにしなさいってことですね。装備メニューを開く、義手任務を使用、義手切り替え、まあ、とりあえずオプションでいけと。これ今いけてんの、あ、なんか開いてるわ。はい、三角で操作を受けると、あ、ここ開いてる開いてる開いてるわ。これで手裏剣で三角でやり方を見ると、これに入れっていうことでね。え、今使えへんのか。いや、何これ、片白って、発音に必要で使うために消費される片白っていうのよな。片白倒した敵から取得できるほか、あたりに漂っていることに近づくように入手できる。また鬼仏で購入することもできる。へえ、そうなんや。どれなんやろ、どれのことなんやろな。なんか車輪って言ってるけど、まあいいや、もうちんたら長くなっちゃうから行っちゃおう。あ、これで購入できんや、10円。どうせ死ぬんやったら買っといた方がいいんかな。買っとこうか、買っちゃおうか。どうせ物に買いといた方が良さそうな気がするよな、どうせ死んで減るんだからっていう、この消極的な考え。よしよし、休息も一応しとこう。なんかしてた、してやのかしてないのか分からんけど、よしよし。身体力を成長させる、4つ持たなあかんな、よく分からんし、まあいいや。じゃあ平田屋敷ね、平屋敷じゃなくて平田屋敷行きます。ここで前回太刀打ちできなかった鬼のためにの炎のなんかそういうやつをね取りますか。屋敷の中で見たって言ったかな、なんかそんな感じだったもんね。よしよし、平田屋敷に戻ってきました。一応仏、これやってたらここから戻るんでしょ多分。よしよし、じゃあ行こう。あ、これな、よしよしよし。どこに行きゃいいんだよ俺は。こっちでいいんかな。いや、もう完全なる断崖絶壁やないかこれ。降りたら帰ってこれんのこれ。
次のなんかあれ見つけるまで無理でしょ、こうなりゃ。はい、オーブレー、ボタンがわからないようになりかけた。そういうことか。おいしょ。はい、敵おる？今んとこ見当たらんな。あ、いるやん、松明持ってるやつ。結構いんのかな敵って。インプサスダッシュ、逃げろ。ダイソン、これ、これ欲しい。よしよし、火消しコーナー、まあ何でもいいわ。え、取ったことなってるでしょ、ちゃんと。隠れろ。あぶねー、あいつ気づいてなんかするんかな。あの野郎、こっそり行くぞ、こっそり行くぞ。死なないように行くよ。あいつ気づくんかな。あ、全然素通りしそうやなこいつ。バカでよかった。あと、あそこの門のところに絶対いるよな。屋敷の入り口、火がついてるとこ2匹いるってことでしょ。めちゃくちゃ無視やんこいつ。見回りしてる意味ないんやけど。あそこ倒れてるやつ見つけてない時点で終わってるよなこいつ。異変に全く気づかねえやつだ。早く行け。よしよしよし、気づくんかな。なんだこれはというか、ただあ、いた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 、大丈夫だ。一応気づいたな。帰り道でないと気づかねえんだな。うわ、なんかでっかい魚いる。何あれ、敵かな。ジュゴン、マナティ、一緒か。え、あれや、あれ殺したいわ。やった、え、何何、やった、宝乞いの鱗なんかしない、もらったわ。よしよしよし、ダイソン、水の中から行った方がいいか。泳いで行こう。いるもん、やっぱりあそこね、いるもんね。じゃあそこ行くか、はい、忍び込みだで。あれ仏かな、あれ仏だな。あ、敵いるわ。危ない危ない危ない。え、これ上のやつとかに気づいたりするかな、あいつ一丁前に気づくんかな。あいつ反対向こうかな。うん、反対向いた。向こうのやつ気づかれっかな、先に、もしかしたら。よいしょ、はい、ダイソン、あぶねえ、なんか飛ばしてくる。オカメ痛い、ちょっとずるいわ。あれ、ちょ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 っと待って、ずるい、それそれずるいわ、まあ、今の、いや、それずるいわ。なんだよお前、これ、これセーフになるやつじゃねえもん、俺 これさえ受ければセーフじゃないの。そういう系や思ったのに、もう俺休息しよう。OK ですね、休憩しよう、休憩しまくろう。はあ、もうほんとびっくりこきまろう。よしよし、これでやれば、なんていうの、復活するみたいなんですよ、一回死ねるやつが。その代わり敵も戻ってるっていうね。あ、お前敵じゃない、見えねえ、見えねえって。あいた、ちょっとちょっとちょっと、ちょっと狼いる、ちょっと危ねえ、あぶねえ、あぶねえ、いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる、危ない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 、飛んだ飛んだ、逃げて逃げて、危ない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 わ。一人ずつ来い。あれ、ただちょっとちょっと、なんか引っかかって、なんかに引っかかってる、なんか引っかかってるやん。危ない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 、
え、なに、どうした、何起こった、え、何起こった、あ、危ねえって、ちょっと危ねえって、うるせえよ、犬野郎、この野郎、ダイソンとか、ダイソンと壁にへばりつくが一緒やから、びっくり、ここはよし、この辺大体やったんじゃね、始末した、大体始末したか、なんかいい文句よこせ、回復するもんよこせ、よっしゃい、皮膚傷つ、あ、これじゃね、え、お、出た、これじゃねえの、火熱、暴れ狂う赤目は人の力を抑えることは難しいってことだ、これだな、やった、全員寄せの身部風船、何何、どういうこと、ようわからんもんが多いんだよな、いや行ったんじゃねえの、今取ったじゃない、握り飯、これまだ進んでいった方がいいんかな、食器、はい、よし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 、 OKOKOK、 油モーター、いそうだな、拝み場、拝み場作ってくれ、拝み場、あ、なんかいる、なんて、ゲロども、何されて、おい、お主、確か忍びよな、忍びですけど、であれば、お堂の忍び用の、お、忍び用の、お堂の忍び用の、お堂にある忍び用の、叩き割、頭蓋を叩き割れと、わかった、あ、腕ちぎれてるやん、お前、腕も切られた、お堂の忍び用の、いただくしかないでしょ、それ、おるやんか、なんかちょっと裸気味のやつがいる、二人ぐらいいるよな、あれ、盗み聞く、あ、何これ、お堂、これお堂、これがお堂か、じゃあ、向こうにもいるよな、三人いるよ、あいつなんか斧持ってると、ほんでおまけに、あの野郎、生意気にも。登れねえのかよ、これ登らしてくれや。登れねえな。何、どうした？いるやん、いるやん。兄貴、次はこのお堂です。お堂かよ。あそこに一人いい日。そうだ、お堂か。供え物でもあれば、天皇様に。やめんか。これをどうな。様には手出し無用。何度言えば当たるんだ、タコ。このタコ、ここが。怒らないでおくれよ、兄貴。あそこのやつもつやな。タコでごめんよ。タコスケ、この野郎。意外にどさいの、分かってないよ、こいつ。よし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 、軽い再生、軽い銭袋、あた、え、それ無理や、避けらんないやつ、あっ、危ねえ、危なかったー、やぶさくったー、え、これお堂でしょ、お堂ってやったら今な、斧あんじゃねえの、飛び出の忍び斧、やった、これ義士に埋め込むやつ、よし、来た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 、どっかねえのかよ、そういうところ、義士に仕込みに行った方がいいんかな、グググ、
どうか動かないでください。あ、いい人いるやん。いや、行かねばならぬ。行かねばならぬ。毒どもの中に忍び狩りの僧兵が混ざっている。マジかよ、忍び狩りって俺やられるやんけ。手だれよ。マジか。どうしても私が行かねば。お前が行ったらいけんのかな。死にかけとるやんけ。どう考えても無理だろ。もう死にかけやな。完全なる死にかけやな。なんか悪いやつじゃなさそうな気がするよな。敵かな。あ、ここにだけ隠れてた人やし、そんなにあれ悪いやつじゃなさそうだな。入り口ねえじゃねえかよ。全然入り口ないわ。入られへんかな。無理か。入れないね。これか。若様の忍びじゃな。そうです。肝心な時におらぬ、とんだ役立たずめ。ほうほう。いや、もしや、お主賊を手引いたのではあるまい。手引いてはないけどな。この平田屋敷が、こうもあっけなく落ちようものか。そうよ。そうに違いないわ。いねえ。いねえ。裏切り者は、いねえ。へえ。なんかくれや。なんかくれよな。いや、そんなことよりも、このマークなんなんこれ。これ盗み聞くマークだけかな。うわ、ちょっと、あれないの。な、誰ですか。賊ではない。あなたは、若様の。あ、よかった。忍び殿。賊どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、竹林坂上に火をかけています。なじか。若様の脱出も叶わなかったご様子。いい。お願いです、忍び殿。若様をお救いください。これ3年前の話やもんな。 あなたに託します。おお、毒消し子。毒を消せるんだな。どうかお役立てを。はい、承知承知承知。あれ、よし。はい。あ、あれ敵かな。このマークは敵じゃないっぽいよな。違うよな。あ、オッケーオッケー、大丈夫。よう、旦那、あんたも火事場泥棒ですかい。旦那は見たとこ忍びですか、ね、そうですけど。何か探し物でも。まあ何にせよ、ここはあっしが先に見つけた場所でさ、はい、よそをあさってください。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。ほうほうほう。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてる。一回ずつボスがいるのかな。あっしならそう思いやすね。三重の塔。そうか、何ももらえんかったな。え、そんなんできんの。え、なんかこれダメいけんの、もしかして。え、え、こいつ今ダメージ出たぞ。いけるんや、一応。やめといたのか。かわいそうやな。ぶっ殺したらなんか悪いこと、たたりがありそうで、やめとこう。どっかねえのかよ。拝めるところ。拝めるところないんかな。拝みたい。あ、いる、敵がいるわ。隠れよう。いや、いるやん、結構。あれか、三重の塔って違うかな。竹林側から行ったりとかできるのかな。降りられへんやん、できとんな。いや、結構強いんやけど、敵。なんか盾持ってるやついいひん？盾持ってるやついるな。そ
怖いな。戻ろうか。もうとりあえず目的達したし戻ろう。なんかちょっとやめとこう。戻ろう。よし、まあ、とりあえず赤鬼退治行こう。とりあえずここに何人かいたから、あそこ2人だけやったっけ、あやつら。いやバレでしょ。よしよし、この人バレるかな。あいつがいいんだよ。あそこにもう一人いっから、油準備しときたいとこやけど、走っていこう。まずここにいる、さっき。じゃあさっさとここ行ってしまうんですよ。やべ。なんで一旦安全地帯行こう。はい、ここ安全地帯やから。どこに寄る、どこ行った。もうここぐるぐる回りながら倒したらいけんじゃない、あいつもしかして。どこだ、音楽だけ鳴ってるけど音しか鳴ってない。どこだ赤鬼、俺がいてた。おっと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 、あぶねえ。当たってんの。ちょー、あいた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 、ブラック、お前ブレスラーかよお前。あれだ、捕まった。やべえ、もらったね。これこれやべえわ、これやべえ、死んだ、これやんだな。あれ、はい、なんだよそれ、その技ずるー。え、もう一回いけるんじゃないのこれ。うわ、死んだことになったなんだよあれはい、でダイソン、ファイヤーに変えとかなきゃダメでしょ。でその前にこっちのこいつを先やらなきゃダメなんだよ。いた、えっと、よし、これこれこれ、俺がやりたかったこれ。よいしょー、はい大丈夫。とりあえず安全地帯行こう。はい、ふぅ、でもう油ね、油にしといて、あ静かになった。どこ行った、あいつ、あいつどっかコソコソ動いとる。印刷できんじゃねえあいつ、もしかして。え、どこ行った、あいた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 、あいつ印刷できんのかな。印刷無理なこいつ、いけるかな。ザバー、お、こいつ意外にこれでいけんじゃねえの。見つけたぞ、古速のパテモソ見つけました、戦い方見つけましたおい、古速に行ったら俺に勝てるわけねえだろ。よしよしよし、静かになった。どこ行ったあいつ、どこだ、あの野郎どこ行った、どこ行った、あと下の方におらへんかな。怒り土地くれ、あったあったあった、えだから減ってないぞゲージ、なんで。
でしょう。よしもう。あぶね。なんで古速のパテもそれでずっとやらせてくれへんのかな。あいてー、もらった、ずりーわ。あぶね、ちょっと逃げよ。攻撃終わっちゃうじゃねえかよ。いってー、死んだ、マジ。あぶねえ。ちょどっち向いてんだよ。ロックオンができねえ。殴られた。あれ。ああ捕まった。死んだかな。あぶねえ、耐えた。とりあえず耐えた。ちょ耐えた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 。あぶねえ、ちょっと飛んでら。あぶねえ。ふう。あぶねえ。怒っとる怒っとる。もう2番じゃねえ、そろそろ。めちゃくちゃ怒ってるやんこいつ。何使おう。眼薬回復一発もらうとやばいから、眼薬でとりあえず回復しよう。もうないから生き返り。水もねえ。やつ体幹とか回復すんじゃねえよ。これ一発ぐらい耐えれんのかな、これで。ちょっと耐えれるようにしよう。大星れこの緊張がたまんねえな。何やろ、これにしよっか。防御よっしゃ、勝った、もらったろ。よっしゃい、ざまーやったー、数珠玉取ったった、えいやったー。おほほほほ、あの古速のパテもその戦法良かったな。一発目で1ゲージ削れたからな。やるじゃない。よしよしよし、やったりましたね。やっぱファイヤー強かったな。使い切ってしまったけど、慌てふためいていっぱい。あー危なかった危なかった。よいしょ、はい。あっ、ちょ間違った、ボタン間違えた。なんで間違えかな、何これ。いい、これなんな、なんか筒、何をするってこと、どういうこと、何なんこれ、意味が分からへんやけど、何なんこれ。4って書いてある、1か、何なんやろね。あ、出た、ひょうたんの種、ありがてえ。ひょうたんの種ありがてえ。いっぱいくれ、もうそういうの。ご褒美よこせ、もっとご褒美をよこせ、もっと俺に。なんでこれ開かないで、どういうことや。どこか反対からか開けといたらよかったかな。開けれる場所あったんかな。あんな方いけないっしょ、俺の実力では。まあ、この後か、まだ。こっちが行けっかな。そうでもねえか。ほい、なんかボスっぽいのいいんやけど。え、バリバリあいつボスじゃないの。いて、ちょやめて、ひどい、やること。危ない危ない危ない、ちょっとんずらしよう。危ないわ、何あいつ。いやもう帰ろう。いやもういいわ、今日はちょっとこの辺にしたいと思います。というわけでパテモス教会鬼倒しました。とりあえず体勢立て直しに帰っていきたいと思います。よっしゃー。